はい、続きましてですね、習得するツールを紹介していきたいと思います。はい、4つ紹介したいと思います。いいですか？あなたは期日がない、はい、ならどうするか。知識をつける、時間を提供する、お金を使う、どうしよう惜しまない、これが大事なんです。いいですか？時間も借りたくないよ、でもお金も借りたくないよ、それなのに50万稼ぎたいよ。わがままだ、わがまま言うな。投資を惜しまないでください。時間とお金を惜しまないでください。はい、というわけで4つ紹介します。はい、1つ目、パチマガ、スノマガのゴールド会員になってください。はい、パチプロでパチマガ、スノマガの携帯サイトを登録してない人いません、いませんよ。はい、大の情報がわかるし、U タイム期待値出るし、ラブっくりリセットしてるしてないも出るし、企業が、でっかい企業がやってるめちゃくちゃ親切な会社、はい、登録してください。よろしいでしょうか？2つ目、ダクオさんの U タイム期待値のツール登録してください。はい、ダクオさん登録して LINE 登録すると、もう U タイム無料まで残り何回転、何回転回る、出玉どれくらい取れる、打つだけで U タイム期待値が出る。これ登録しないのもったいない、今すぐ登録せいほうしてくださいね、必ずね。はい、3つ目、ノアさんのラムクリザリセット良い腰登録してください。はい、めちゃくちゃ便利なサイトです。たったの1回600円、月々じゃないよ、1回600円入れるだけでたくさん出るよ。はい、これ登録してくださいね。はい、便利です。はい、マッツンさんのノートマガジン買ってください。はい、マッツンさんのノートのいいところ、いいですか？閉店1時間前までで何回転になったら U タイム期待値出るっていう、それが出ます。他のサイトは知りません。はい、閉店間際これでも時間取り切れるのかな、取り切れないのかなっていう時に、マッツンさんのノートで入力する。そうすると時間を考慮した U タイム期待値が出るんだ。それ一瞬でやることによって追うべきなのか追わないべきなのか決めることができるんだ。はい、よろしいですかね。はい、まあ、この4つは登録しておいてくださいね。はい、続きまして7、 U タイム期待値から時給を出す。はい、これが大事なんですよ。これ大事、いい？例えばよ、例えば4000円の U タイム期待値があるとしますよ。4000円の U タイム期待値ね、ライダーで U タイム期待値4000台があります。どういうことかっていうと、残り510回で18回転の台を回すと4000なんですよ。ただ窓巻き4000円だと、窓巻きの余りね、はい、残り85回で18回の台を打つと4000なんですよね。はい、じゃあどっちを選んだらいいのって分かります？はい、じゃあどっちを選んだらいいのっていうのは、窓巻きの余り値に決まってるんですよ。はい、ただただ U タイム期待値を追えばいいんじゃないですよ。もっと大事なのが時給なんですよ。はい、時給に落とし込めるんですよ。ライターだったら約3時間、はい、約3時間で4000円ぐらいですね。はい、窓巻きだったら約1時間ぐらいで4000円取れますよね。はい、なので U タイム期待値を出して時給に落とし込む。はい、ちなみにマッツーさんのノート買えば、その取り切れる時速っていうのも出てきます。ツールを最大限活用するんだ。はい、よろしいでしょうか？はい、まあ、ちなみにですけど、大体時給換算にして、あ、人それぞれかもしれませんけど、1800円以上だったら5でいいんじゃないでしょうかね。はい、僕はいいと思います。1800円以上って合理と思います。はい、そこの U タイム期待値のツールには
残掘りはおそらく加味されてないことがほとんどでしょう。はい、なのでね、まあ、1800円であれば5で僕はいいと思いますよ。はい、よろしいでしょうか。はい、8、最低限の技術を習得する努力してください。はい、いくら技術がないと言っても傲慢に俺はできねえからなって勉強することを諦めることをしないでください。努力はしてください。はい、最低限の努力ね。まずね、止め打ちね。止め打ちはまあできないにせよよ、打ちながらネットで調べて打ってる台のね、台止め打ちとか調べればネットバカみたいにたくさん出てきますから、はい、それ調べてください。はい、で U タイム突入はゼロに合わせます。ゼロの時にもう U タイムが発動しますので、U タイム残り10回でずっと保留3度目で同じようにしてるんじゃダメですよ。はい、ゼロの時はちゃんとゼロで U タイム突入して無駄な保留を消化することなくいってください。はい、技術の努力は最低限してくださいね。はい、9、偽移動と飯のタイミング、これも大事ですね。まあ大事な話しかしてないよ僕は。はい、いいですか。まず偽移動するタイミング、当然これは分かりますよね。偽移動するタイミングっていうのはその店にもう U タイムがない、もうしばらく出てこないだろうっていうのが店移動するタイミングですよね。はい、あとね、飯に行くタイミング、これも U タイムを追いかけてる間に行かないでください。はい、なぜかと言いますと、はい、U タイムを追ってるけどその最中もっと美味しい U タイム期待値を加味した時給の台が出てくるかもしれない。はい、なので飯に行くタイミングというのはあなたが U タイムを取り切って、かつもうお店に U タイム期待値がある台がない時、それがタイミングです。はい、飯に行ってる間にもしかしたら新しい U タイム期待値と高い台が出てくるかもしれない。はい、よろしいですか。はい、まあ、僕もここまではやってませんよ。普通に追いかけてるさなかでも友達とご飯行ったりしますけど、あなた思い出してください。あなたは技術がない一般ユーザーに U タイムだけで稼ごうと思ってるんですよね。はい、それくらいしてください。はい、よろしいでしょうか。はい、10、あなたの1日の予定を僕が発表します。はい、拘束されたくない、縛られたくない、言うことなんか聞きたくない、なめるな、言われた通りにやるんだはい、言われた通りにやってください。いきます、素直に受け入れてください。素直な人だけが勝つんだ。はい、まああのね、10時から23時のエリアに住んでる人と仮定します。はい、宮城県とかね、何時だっけ、8時から24時25時ぐらいまで空いてますけど、まあ頑張ってくださいってしか言いようがないんですけど、10時から23時までのエリアとしてお話しさせていただきます。はい、朝7時半起床してください。朝7時半に起床したらあなたはサイト7、店のサイト、前日に行ってチェックしたデータを参考にしてエリア内のどこに行けば一番期待値が稼げるのかというのをシミュレートしてください。はい、そうですね、1時間は使ってください。それだけはやるんだ。サイト7、店のサイト、前日に店に行ってチェックしたデータ、そこでどこにの店が一番ベストなんだ決めてください。はい、続きまして、まあ店によりますけど、9時半に抽選の店だったら9時半に到着して抽選。はい、並び順だったらもっと早く起きてもっと早く行ってくださいよ。はい、もう並び順で勝てるんだったら並びましょう。テント張る勢いです。はい、全てを犠牲にするんだはい、僕はそこまでしません10時稼働開始です。10時稼働開始、ひたすら一番 U タイム期待値が高い台、 U タイム期待値で時給が高い台をつかみまくってください。はい、当然なんですけど胃ができてないのが、朝1で回した、その後朝2ね、
前日のハマり回転数プラス当日何回転か回したことによって言ったら2回値が育ってる台、はい、それ以外結構落ちてることが多いんですよね。はい、そこも狙ってくださいね。見逃さない限りスーパーリーチかかったら見に行ってくださいよ。もう次はどういう手段を打つかっていうのを常に頭にシミュレートしておくんですよ。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして20、それをひたすら繰り返してもう一気に飛びます。22時半、何するか分かりますよね。はい、データランプにもない、ネットにもない、店に行って最終回転数がいくつなのか調べてくださいね。はい、調べてください。はい、でそれを終えましたと。はい、23時、はい、23時、サウナに行ってくださいサウナ行ってくださいよ。サウナに行って1日の反省をするんです。はい、サウナ、水風呂、休憩3セットしてください。これ大事ですよ。はいはい、まあいいや、これは今のはやりたい人だけやってください。はい、25時、全力で寝てください。寝るのも仕事です。寝てしっかりいいマットレス使っていい環境で寝てくださいね。はい、ホテル行ってくださいよ。はい、家帰ってくださいよ。満喫とか行かないでくださいよ。いい環境で寝てください。はい、よろしいでしょうかね。以上、これを30日間繰り返してください。はい、ね、まあ僕自身はそこまで言うたびこだわってないんですけど、言うたびこだわってやろうとしたらこういう感じになりますね。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして注意点ですね。注意点、うん、まあまだ守ってくださいってことですよね、うん、ベガ立ちね、ベガ立ちしたりとか、はい、あとまあ張り付いてね、もう他の人が不愉快になるようなことはね、まあ極力避けてくださいね。はい、まあもう全もう全部全くっていうのはもう難しいでしょうけどね、極力ありがたい感謝の気持ちを持ってくださいよ。他の人がいるからできる立ち回りですから、はい、極力迷惑にならないように立ち回ってください。はい、でもうまた何か言い方がですね、もう今度春乗り危険会っていうことなんですけど、はい、まあ個人的にはやっぱりね、ボーダーの立ち回りがまだそれでも、まあ理想かなと思ってます。はい、まあボーダーを追いかけつつ、まあ優待もあったら、いただくという感じが個人的にはいいし、労力もかからないし、ね、これいや全部や大変でしょ、まあ、はい、僕楽しくないでしょこんな立ち回りね、はい、ということで僕的には、まあ、ボーダー基本的に、まあ、ある程度覚えておけばいいんじゃないのぐらいなスタンスでおります。はい、なのでね、もし参考にしていただければいいなと思います。はい、長い動画でしたね。はい、ということで最後までご覧くださりありがとうございました。よかったらグッドとチャンネル登録、コメントなどもお待ちしてます。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。